皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート202をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、隠されてた箱。怖い話というか質問いいですか？普段はお書いた見ないんで、どこに書き込めばいいのかわからないのでこのスレをお借りします。先月祖父が逝去し、祖父が自室として利用していた部屋、ケンクラを、父と一緒に整理していたんですよ。お恥ずかしながら、悪い意味で古い家なもんで、蔵も老朽化が激しく、この機会に蔵を取り壊して、新しく小屋を建てて、中にあるものをそちらに移そうという話になりました。まあ蔵の中にあるものは、着なくなった祖母の着物や毎年おかんが作ってる梅酒、他、お書いたとは全くかけ離れたものばかりです。中のものを座敷に運ぶ作業も滞りなく進み、先週木曜日には蔵の取り壊しが始まったのですが、作業が始まってすぐに、現場監督さんが母にまだ運び終わってないものがあると言ってきたみたいなんです。自分が仕事から帰ってきてから、母からそう言われ、そんなはずはないと確認しに行くと、ショベルカーで壊された部分に、幅40センチ、縦2メートル、奥行き1メートルくらいの、部屋とも言えないような隙間があったんです。押し入れのようなスペースと壁との隙間にあったその小部屋は、出入り口もなく、当然自分もそんな場所があるとは知らなかったので驚きました。中には何かまだ物が残っているということでしたが、すでに日も沈み、暗くなっていて足元も見えないような状況です。そんな状況で自分の勝手な判断で蔵に入り、壁が崩れでもして怪我をしたりしたら、いろいろ迷惑がかかると思い父の帰宅を待つことにしました。9時過ぎに父が帰宅し、その小部屋、のことを話すと、どうやら父も知らないようでした。とりあえず中のものだけでも確認しようかという話になり、かなり古い蔵だし、もしかしたら蔵を建てた先祖が隠した隠し財産か。なんて冗談を言いながら懐中電灯を持って父と蔵に向かいました。二人で蔵の外からショベルカーが壊した壁を覗き込むと、中には30センチ×30センチ×30センチくらいの、漆塗りのような色合いの箱が置いてありました。遺骨。それが自分の第一印象でした。父もあまりいい感じを受けなかったらしく、どうしようかと相談した結果、このままにしておいても蔵の取り壊しの邪魔になるだろうから、とりあえず箱を出そうという話になりました。崩れかけの壁に気を向けながら小部屋に入り、箱を座敷に運び出しました。実は座敷まで運ぶ間、この箱何なんだろうな、と笑っている父には言えませんでしたが、自分が持っているこの箱は、明らかに普通じゃないものだ、と直感で感じました。霊感なんて全くないと自信を持って言える自分が、これだけ何かを感じるくらいだから、よほどだと思います。座敷の襖を開き、ようやく箱を置き、妙に疲れたのでその日は夜更かしもせずにすぐに寝ました。次の日、いつも通り会社に行き、いつも通り喫煙室で一服していると、携帯が鳴りました。着信を見てみると、父からでした。なんだ、と思い出てみると、まくし立てるように、家に戻れと言われました。いや、仕事忙しいし無理だと言ったのですが、
俺もすぐに戻る。頼むから戻ってくれ。と半ば半泣きのような声で懇願され、ふとあの箱のことが頭をよぎり、事務所に体調が優れないと早退届を出し、部長サーセン、急いで家に戻りました。あと家まで1キロくらいの場所で、再び父から着信がありました。車を止め父に何があったのか聞くと、やはり予想通りあの箱のことでした。父が出社して同僚に家の蔵で妙な箱を見つけた、と言ったところ、同僚から、家族を死なせたくないなら今すぐ神社に持って行け。仕事なんてしてる場合じゃない、と激怒されたらしいのです。冗談だと思って笑い飛ばすと、同僚は箱の中に入っているものの正体を教えてくれたそうです。父は自分には言いませんでしたが、あの見たこともない父の様子、そして自分が箱を持った時に感じたおかんから、大体の予想はつきました。電話を切るとすぐに家に向かい、どうしたの?と尋ねる母の問いに答えもしないで箱を地元で一番大きな神社に持って行きました。神社には父か父の同僚が連絡を入れていたらしく、すでに神主さんが待っていました。何も言わずに箱を受け取ると、めちゃくちゃボロボロの、人のような形をした小さなお守りを、家族の人数分渡されました。神主さん、曰く、この箱は呪いの塊だ。蔵には隠していたのではなく、おそらく封印していたのではないだろうか、という話でした。家に戻ると、父が憔悴しきった顔で待っていました。神社に箱を預けたことを伝え、もらったお守りを渡し、二人でもう一度例の小部屋を見に行きました。すると前の日は暗くて気づきませんでしたが、その小部屋の床には何やら梵字のようなものが書いてありました。本当に封印されてたのか、と思い、とりあえず業者さんに蔵の解体作業の再開をお願いしました。自分の家以外にも似たようなものがあるんでしょうか。第2話、オルゴールのメッセージ。人形というか、フィギュアにまつわる話。4年ぐらい前に、あるゲームを買った。それはとある美少女ゲーなんだけど、その時はその中身のゲームパートに興味があって、ストーリーとかはどうでもよかった。結局それがきっかけでオタ趣味に目覚めるんだけど、それはともかく。で、そういうのにありがちなおまけのフィギュアがついてきた。でもその時はなんか持ってるのが恥ずかしくって、特に親に見られたらやだなーってことで、隠す場所を探してた。そこでいいものを思い出した。小学校の時、オルゴールを手作りしたのよ。図画工作の時間にね。と言っても、そのオルゴール自体はオカルトとは関係ないと思うんだけど。で、そのオルゴールは小物入れにもなってて、もしかしたら入るかもって思った。試してみたら、ちゃんと入る。じゃあここに隠しておこう。その1ヶ月後ぐらいかな。部屋でゲームしてると、いきなりオルゴールが鳴った。蓋は閉めてあるはずなのに、ポロン。って、一音だけ。その時はフィギュアのことも忘れてたし、まあ手作りだからなと思って気にしてなかった。でもその一ヶ月後、またポロンって音が鳴った。もちろん蓋は閉めてある。でもやっぱりその時も、ああまたかって感じで気にしなかった。ところが、そのちょっと後、外出中に突然フィギュアのことを思い出した。
もしかしてあのオルゴールの音は、奴のメッセージなのでは？家に帰って早速、中のフィギュアを取り出して、棚の上に飾った。いや、別の戸棚か何かに移したんだっけか。まあとにかく、今は枕元の棚の上に飾ってある。で、あれから3年ぐらいが経った今まで、少なくとも自分は蓋の閉まったオルゴールが鳴るのを聞いていない。やっぱりあれは、フィギュアがここから出してって言ってたのかなー。という話。あれ、もしかして全然怖くない。第3話、巨人。高校生の時、巨人を見たことがある。ちなみに、野球チームではない。夏場の蒸し暑い夕方に近所のスーパーでの買い物を頼まれて、スーパーに行った。牛乳を買おうと、乳製品売り場で牛乳を物色していたら、私の目の高さに、ジーンズのベルトが見えた。私の当時の身長は156センチくらい。あれ？と思って顔を上げると、推定3メートル50センチくらいのひょろ長い背丈で、派手めのシャツにジーンズを履いた人が、精肉売り場の方へ歩いていくのが見えた。店の天井にもう少しで頭がついてしまいそうだった。私の周りには、夕方の買い物に来ている奥様たちが何人かいたが、誰もその人に気づいていないようで、普通に買い物をしている。あまりの暑さで幻覚でも見えるようになっちまったんかい、と思って、試しに自分の方を思い切りつねってみたところ、めちゃくちゃ痛かった。それに夏場のスーパー、いつもよりエアコンの温度を下げていたはずだ。暑さで幻覚を見る、なんてできるわけがない。あの巨人は一体何だったのか、未だにわからない。嘘だと思われるかもしれないけど、自分は確かに見た。これ、俺も見た。家で牛乳飲んでたら3メートルくらいある男が窓の隅から直立で覗いてた。俺が見たら窓からすぐにどっか行ったけど、すぐに追いかけてみたら誰もいなかった。他にも見た人いる。第4話、事実無根。知り合いの女性から聞いた話。道後温泉の奥手にある丸道後温泉。もともと幽霊が出るホテルがあることで、超有名なんだけれど、景観の50×5室に彼女ともう一人、泊まることになった。そのもう一人っていう女性が、霊感があるそうで、到着時からやたらとビビりまくっていたらしい。怖いから私と一緒に寝て、ってことで二人一緒の部屋になったそう。だったらホテルを変えたらいいじゃないって話なんだけど、二人ともツアー会社のスタッフとして行ったので仕方がなかったんだと。それに、ビビる様子の二人に、フロント係はこう一括したそうだ。事実無根のことで騒ぐと、名誉毀損で訴えますよ。さて、その晩、知り合いの方の女性のベッドに異変が起きた。ガタ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 。最初は地震かと思ったそうだ。激しい揺れに目が覚めた。見ると、自分の横たわるベッドの周りを、10人ほどの人が囲んでいる。青いうつろな顔をした男、ボサボサ頭の女性、カッと目を見開いた女性。続いて彼らは、彼女の肩や足をつかみ、力任せに引っ張った。痛い痛い痛い。やめてー。あとわずかでベッドから引きずり下ろされるところだった。気づくと、
頭と足の位置が180度入れ替わっていたそうだ。一緒にいた女性が先ほどの様子を気にかけて声をかけた。彼女も起きていたのだが、あまりの異常さに、恐ろしくて動けなかったらしい。ねえ、ねえ、一体何があったの？私のベッドの周りを10人ほどの青い顔した人たちが取り囲んで。やめてー。実際に見たことのある人は数知れないにかかわらず、事実無根、と言い張る営業サイド。閉館をせず営業し続けるのは根性と言える。事実、出ると噂の3階のフロアには一般の客室にかかわらず、リネン室のプレートがかけられている。近くに斎場があり、例の通り道になっているという噂や、もともと病院だった建物を取り壊さず改装して使っているとの話も聞く。第5話、家族高校。俺が中3の時に、2歳年上の姉ちゃんが骨肉腫になった。はじめはすぐに良くなるって言われてたのに、それはどうやら俺を適当に騙すための嘘だったようで、姉ちゃんは新人戦が間近に迫った初夏の蒸し暑い日に、県立病院に入院した。当時俺は受験生だったけど、程よいバカだったので、勉強しなくてもしないの底辺学校には受かるだろうってことだった。だから姉ちゃんが入院してからは、放課後週に4回くらいは自転車を漕いで見舞いに行ってやってた。学校でも膝に水が溜まって部活を休んだり、入院していた奴は何人か見たことがあるから、姉ちゃんもそんなもんだろうと思ってた。本人も新人戦に出れないことを異常に悔しがるくらいの元気はあったし。そして季節は梅雨に入って、入院していた姉ちゃんはやっと家に帰ってきた。俺はもうすっかり良くなったもんだと思って、短かった一人っ子ライフを惜しんでいた。帰ってきた姉ちゃんは少し痩せていた。ダイエットわら、大成功ですわら、テラスリムうめえわら、とか言っていたんで、俺は少しでも心配したことを後悔した。姉ちゃんはそれからしばらく家で過ごした後、また病院に連れ戻された。その日の夜に俺は父ちゃんに呼び出されて、姉ちゃんが死ぬかもしれん、と言われた。泣いている父ちゃんをここで初めて見る俺。父ちゃんは意外と泣き虫だった。なんか姉ちゃんは骨にできてた腫瘍がどっかに転移したらしい。病気のことはよくわからんかったから、いまいち現実味がなかった。でも姉ちゃんが入院して何日か経って、いつも通りに見舞いに行くと、姉ちゃんが夏なのにニット帽をかぶってて、姉ちゃんな、わら。坊さんに転職したわら。とか言われた時は、俺もさすがにダメかと思った。姉ちゃん髪が抜けてるらしかった。副作用、で髪が抜けるなんて。ドラマとかの白血病の人とかでしか見たことがなかったから、俺もようやっとことの重大さに気づいた。部活をやってた時には日に焼けて、俺よりも色が黒かった姉ちゃんは、いつの間にか有効の美白にも成功していた。病院のベッドに座ってる姿も違和感がなくなってきていた。その日から俺の日課に神社のお参りがプラスされた。気休め程度だけど、家の帰り道にある神社に寄って、よくわからん神様に姉ちゃんのことをお願いした。姉ちゃんは良くなったり悪くなったりを繰り返していた。学校の方は大丈夫なのかと聞いてみたら、
案の定今年は進級できないかもと言われた。相変わらず病気のことはわからなかった。姉ちゃんは見た目どこも痛そうではないが、やっぱりどこか悪そうだった。そんで、相変わらず死ぬかもとか言われていた。ますますよくわからんかった。ある日、いつもよりだいぶ早く目が覚めてしまった俺は、なんだか唐突に外に出たくなって、ついでだからということで、お参りに行くことにした。4時か5時くらいだったと思う。歩いている途中で新聞屋のおっさんとすれ違った。いつものように階段を登って、茶色に塗装の剥げた鳥居をくぐり、小さめの社に手を合わせた。一応目をつぶる。お参りを終えて目を開け、腰を上げると社の斜め後ろの土手の上、林の中にじじいっぽいのがいた。なんか異様に赤かったように思う。おまけに上半身裸で汚い野良着みたいなのを着た赤ハゲだった。おはようございます、と一応頭を下げたが、じいさんは返事を返さない。酔っ払いかもしれないと思い、俺がその場を立ち去ろうとすると、じいさんが顔に似合わず甲高い声で喋った。聞き入れる、やがなし。聞き入れる。え、は。今は待つ、さが、交換、主は死ぬ。意味がわからんから、俺は後ずさった。じいさんは土手をぴょんと飛び降りてこっちに来た。立つどき、ね。二重なるまではお前待つ、お前と代わりに聞き入れる、闇払う。じいさんはさっきと比べるとまともな口調になって、俺に向かってブツブツ言うと、手を頭の上でパンパン叩いた。俺は怖くなって、はぁ、どうも、じゃ。と言うと、階段を全速力で駆け下りて家に帰った。その日からは神社の階段の下からお参りをすることにした。俺はビビリだった。姉ちゃんの方はというと、見た目には何の変化もなかったが、夏休みが始まる直前ぐらいになると、また家に帰ってきた。一時退院とかなんとか言ってたような気がするが、俺の聞き間違いだったのか状態が良かったのか、そのまま学校に通えることになった。テニスは前みたいにできないかもしれないが、なんとか留年は免れたと、ちょっと痩せて色白になった姉ちゃんは笑っていた。その後何度か検査入院したり、時々大学病院に行ったりすることはあったが、骨肉腫の方は治ったらしく、姉ちゃんはいつもの生活を取り戻していった。そんで俺は計画通りエフラン高校に入学した。あれから5年が経った。姉ちゃんは今年子供を産んだ。姉ちゃんの病気が治ったのがあの神社の変なじいさんのおかげだとしたら、どうやら俺は代わりに今年死ぬ、みたい。本当にそうだとしたらちょっとできすぎた話だなぁとは思うけど、まあ一世一代の家族孝行ってことで、父ちゃん母ちゃんは俺が死んだとしても多めに見てほしい。って思った。第6話、手を引っ張るもの。私の母方の実家は、ある山のふもとの温泉街にあります。そこから歩いてすぐの山は、湯治客のためにとハイキングコースとして道が敷かれ、子供一人でも難なく行けるくらいの緩やかさなのですが、その道を少しそれると、そこは舗装もされていない。道と呼ぶのもためらうような山道。獣道が森の奥深くまで続いているのです。そこが祖母の家へ泊まりがけで来ている間、
当時小学2年生だった私の遊び場でした。ある日、私が川の流れる谷沿いを歩いていると、道の脇に古びた祠が、ポツンと一つありました。伸び放題の草木に絡まれ、今にも朽ち果てそうなありさまでしたが、祠の中には小さなお地蔵様が一体、鎮座しています。苔にまみれたみすぼらしいなりではありましたが、私はお財布から小銭を一枚取り出し、お地蔵様の足元に置きました。当時の私は特に信心深いというわけでもなく、ただ、お賽銭をお供えする、という行為そのものが面白かったのだと思います。その時もお賽銭だけお供えすると、手を合わすこともせず早々に立ち去ろうとしました。すると不意に誰かに手をつかまれたのです。いえ、正確には手をつかまれて後ろに引っ張られたような気がしました。そう、そんな気がしただけです。だって、この場には私以外、誰一人としていないのですから。その後、麓の家まで戻った私は、玄関前で鉢合わせた祖父は無視して、台所で晩ご飯の準備をしている祖母に、ふと気になった山の中の祠について尋ねてみました。というのも、あの祠のあるあたりにはあまり近づかないようにと、普段から言い聞かされていたからです。厳しい祖父にそのことを話せば、きっと祠の話の代わりにお説教を聞かされることでしょう。その点、祖母は山へ入ったことを咎めるでもなく、ケラケラと笑って、祠の由来を教えてくれました。昔、と言っても遠い昔のことではなく、戦後すぐくらいの頃。まだろくに道も整備されていない山の中で、一人の女の子が行方不明になりました。麓の町では大人たちが集められ、山狩りまで行われましたが、結局女の子は見つからなかったのだそうです。この地方には古くから山神様の言い伝えがあり、町の人たちは、あの子は神様に連れて行かれて、あの山の山神様になったんだよ。きっと、これから私たちのことを守ってくれる。と、女の子の両親を慰めたのだそうです。しかしそれからしばらく経った後、再び山で、今度は男の子が二人、行方不明になったのだそうです。そのうち一人は無事に山を降り、もう一人は谷底の川に流されて、ずっと下流で遺体となって発見されました。助かった子から話を聞くと、山で道に迷いがけ近くを歩いている時、誰かに腕を引っ張られたというのです。幸い、彼は谷とは見当違いの方へと引っ張られました。けれどその時、一瞬だけ見えたもう一人のこの姿は、まるで彼も見えない誰かに引っ張られたような、とても不自然な様子だったのだそうです。警察はもちろん、そんなことはありえないと言い、きっと前の日まで続いた雨で地面が緩くなっていて、何かの拍子に崩れたのだろう。そう結論付けました。けれど町の人は違いました。なぜなら助かった男の子の右手首には、手の形をしたあざがくっきりと残されていたからです。まるで誰かに掴まれたような。そしてそれからもたびたび同じようなことが起こりました。山へ行った子供が、あるいは崩れてきた土に潰され、あるいは川に流されて、その命を落としてしまうのです。みんながみんな助からなかったわけではなく、中には山で迷いながらも、無事に戻ってくる子もいました。
しかし彼らはみんな、口を揃えてこう言います。山の中を歩いているとき、誰かに手を引っ張られた。そして彼らの右手首には、決まって手の形をしたあざがあるのです。もしかしたら、先に行方不明となった女の子のたたりなんじゃ。いつしかそんな噂が街に広まり、大人たちで話し合った結果、最初の男の子が犠牲となった崖の近くに、小さな祠とお地蔵様を置いて、たたりを沈めようとしたのでした。けどたたりは沈まらないでね。今でもたまに悪い子がいると、手を引いて山へ連れてっちゃうんだよ。祖母はおどけた調子でそう締めくくりますが、私は怖くて何も言えませんでした。私は祖母に祠のことを聞いただけで、誰かに手をつかまれた、とは言っていません。とても気味が悪く、こういう時に限って周りがとても静かに感じます。けれど怖がっていることを悟られたくない私は、平気なふりをしつつ、その後、誰かが連れて行かれたことはあるの。とか、連れて行かれた子は悪い子だったの。などとしつこく祖母に尋ねます。祖母は笑って、そんなに気になるなら、今晩の宴会に来るおじさんに聞いてみなさい。おじさんは昔、山で手を引かれたことがあるんだよ。と言いました。その晩、一族が集まっての宴会に、おじさんもちゃんと出席していました。私は祖母に言われた通り、おじさんに手をつかまれた、時のことを聞いてみました。思えばこれが間違いだったのです。おじさんはその手の話をとっても好み、さも恐ろしげに語って聞かせるのが大好きでした。いいか。あの祠に近づくとな、あの山で遭難した女の子とそれに連れ去られた子供たちのたたりを受けるんだ。みんなで手をぐいぐい引っ張って、山まで連れてって、そこで死んだ子供たちに取り囲まれて、気づいたらお前もその子たちの仲間になってるんだ。山から逃げても無駄だぞ。そいつらはお前が家で寝てるとき、こっそりと入ってきてさらっちまうからな。今にして思えば、それは怖い話をして二度と私をそこに近づけまいとする大人の浅知恵だったのでしょう。けれども私はその話が怖くて、それを聞いた後は宴会で赤々と賑わう広間から離れることができません。しかし宴も竹縄を過ぎると、母親からもう寝なさい、と寝床へ追いやられてしまい、私は一人で寝室として使っている部屋へと戻りました。母親の実家は地元の名家で、家は屋敷と呼んで遜色ないほどに広いのです。屋敷には宴会の後で酔いつぶれた人たちが泊まれるよう、20畳ほどの広めに作られた和室がいくつかあり、私が寝室として使っているのもそのうちの一つでした。普段は広い部屋を独占していることに高揚する気分も、今はどうにも頼りなく、不安な気がしてなりません。私は縁側の廊下へ続く襖や障子をすべて閉じ、常夜灯をつけたままで、祖母が用意してくれていた布団に潜り込みました。どれだけの時間が経ったのでしょうか。ふと、私は目を覚ましました。屋敷の中は静まり返り、人の気配はありません。どうやらすでに宴会は終わり、みんな寝静まっているようでした。私が普段、夜中に目を覚ますことなどめったにないことです。あるとすればせいぜい、起きている誰かが物音を立てた時くらい。しかし全員が寝静まった屋敷の中で、
そんな物音を立てるものなど。き、どこか、すぐ近く。まるでそこの障子の向こう、縁側を通る廊下から、床がきしむような音が聞こえました。両親か祖父母、でなければ泊まっている誰かが、トイレに起きてきたのかもしれない。とは思いませんでした。一階のトイレは、風呂場など水回りの集まる、屋敷の北側と西側にしかありません。私がいる寝室は屋敷の東側、しかもその一番端。誰であろうとこの廊下を通るはずはないのです。そう、この部屋に来ることが目的である以外は。き、不意に、音が止みました。私は廊下へ続く障子に背を向ける形で横になっています。す、と木枠が滑らかに動くような音が聞こえた気がして、ミシリ、と畳のきしむ音が聞こえた気がしました。ふわ、と頬を風に撫でられたような気がして、誰かの気配がすぐそばにあるような気がしました。私は目を閉じたまま、背後にいる誰かに起きていることを悟られまいと身を固くします。けれど妙に高鳴る心音で、わずかに震える肩の揺れで、目を覚ましていることがバレるのではないかと思うと、気が気ではありません。それと同時に、背後にいるのはどんな奴なのか。顔は、背は、太っているのか痩せているのか、恐ろしい姿なのかそうではないのか、とても気になります。両者の間に挟まれた私は、せめてどんな体格なのかくらいは見てみようと、背を向けたまま薄目を開けて、相手を盗み見ようと考えました。目いっぱい視界を動かせば、頭のてっぺんくらいは見えるだろう。そして相手の顔までは見えないのだから、相手に悟られることもないだろう。そう思った私は、ほんのわずかにまぶたを開き、視界を背後へと移し、背後にいるそれと目が合いました。それは私の上に大きく身を乗り出し、顔を覗き込んでいたのです。それは私の顔を覗き込みながら、にんまりと笑いを浮かべていました。私はとっさに目を閉じ、震えそうになる全身を必死で押さえつけました。ちらりと見えてしまった顔は、女の子で、切り揃えた前髪と肩から垂れる長い黒髪。そして着物のような襟。見ることができたのはそれだけでした。そしてそれだけで十分でした。それだけで私は、やっぱり女の子の霊なんだ、やっぱり自分を連れて行くために来たんだと、そう確信するのには十分だったのです。大声を上げるべきか、けれどそれでは相手を刺激してしまわないだろうか、このままだと自分はどうなるのか、まとまらない考えが頭の中を巡ります。そして、唐突に、右手をぐいっと掴まれました。ものすごい力で、ギリリと腕が痛むほどでした。たまらず私は、痛い。痛い。と叫び、その手を振りほどこうともがきます。けれど体はうまく動かず、力を入れることができません。喉に何かが張り付いているように、あげたはずの叫びも、声にはなりませんでした。それでも私はもがき、もがき、もがき。ふと、私は目を覚ましました。屋敷の中は静まり返り、人の気配はありません。どうやらすでに宴会は終わり、みんな寝静まっているようでした。つい今まで傍らにいた。それの姿もありません。障子は、ぴったりと閉まっています。寝る前に私が閉めた時と同じように。
それから一度も開けられてはいないように。私は慌てて起き上がり、明かりをつけました。部屋には私以外に誰もいません。どこに目を向けても、どこに目を凝らしても、私以外の何者の痕跡すらありませんでした。私は気が抜けたように布団の上へと座り込むと、あぐらをかき、盛大にため息をつきました。おかしな夢を見た。そういう結論に達し、額の汗を拭います。昼間、そして夜の寝る前にあんな話を聞かされたから、夢にまで見てしまったのでしょう。それというのもすべてはおじさんのせいです。そう思うとなんだか腹立たしく、悔しい気持ちになりました。明かりも消さずにごろんと布団へ横になり、肉肉しいおじさんの顔を思い浮かべます。少なくともおじさんがあんなに驚かすような話し方をしなかったなら、こんな夢を見ることもなかったはず。おじさんのせいでこんな夢を見ることになったのです。こんな気味の悪い夢。そう。それは確かに夢であったはずでした。けれど私は見つけてしまいました。額の汗を拭った右手。一見変わった様子のない、普段通りの私の右手。その手首にはっきりと、手の形をしたあざがついているのを。私は飛び起きて、そのあざをまじまじと眺めました。あざの形が、なんとなく手のように見える。わけではなく、一本一本の指先までがはっきりとわかるほど、それは紛れもない手の形でした。さほど大きくはなく、私の手と変わらないくらいの大きさです。だからはじめは私も、もしかしたら寝ている時に自分で自分の腕を掴んだのかも、そう思いました。寝ぼけてきつく握りしめてしまったのだと。けれどそんなはずはありません。皆さんも、自分の右手首を自分で掴んでみてください。今、あなたの手首を掴んでいるのは、左手ですよね。私の右手首に残されたあざは、間違いなく右手の形をしていました。翌日、私は常に戦々恐々としていました。朝起きた時、顔を洗いに長ズバへ行く時、トイレへ行く時、とにかく一人でいる時はビクビクと周りを見回し、誰かに出会うたびに飛び上がらんばかりに驚きます。まるで今もすぐそばにあの女の子がいて、不意に腕をつかまれたりするのではないか。こんなことになった原因は、何の因果かおじさんに聞かされた話のおかげでわかっていました。私が不用意にあの祠へ近づいたから、女の子のたたりを受けているのです。もう、そうとしか考えられませんでした。ならばどうすればいいのか。私はとにかく、不用意に祠へ近づいてしまったことを、幽霊だか、たたり主だかに謝らなければ。そんな思いで午後になってから一人で山へと向かいました。祠に近づいてしまったことを謝るために、再び祠へ向かっていく。今になって思えば、矛盾している行動でしたが、当時の私にはこれくらいしか思いつくことがなかったのです。舗装されているハイキングコースを外れ、草に覆われた道を川に沿って歩きます。やがて道は川の水面より高くなり、さらに行けば落差が10メートルほどの谷となります。その崖に沿ってさらに山の奥へと進み、山に入ってから2時間ほどが経過した頃でしょうか。私は九段の祠の前へとたどり着きました。祠は前に来た時と少しも変わらず、
とても古びていて、観音開きの戸は壊れ、中のお地蔵様は苔むしています。気がつけば屋敷を出るときには晴れていた空には、重たい雲が広がり、あたりは薄暗く、それが祠の様子を、より一層不気味なものに見せていました。私はまず、屋敷から持ってきた、法事の際にご先祖様にお供えするためのお菓子を、お地蔵様の足元へ置き、それから手を合わせて、心の中で謝罪の言葉を述べました。しかしその間にも、昨日おじさんから聞かされた話が頭の隅をよぎります。しかしその間にも、昨日おじさんから聞かされた話が頭の隅をよぎります。手を合わせている間、私はずっと目を閉じたままでした。まぶたを開けばそこには私を取り囲んでいる子供たちが見えてしまう気がします。私を囲み、輪を作り、手をつなぎながら周りをぐるぐる回る子供たち。その輪の中には私と、私の腕を掴もうとしている女の子がいて、ぽ。突然首筋に冷たい何かが当たり、私は悲鳴を上げることすら忘れて走り出しました。息が切れて、足を動かすことをやめてしまったとき、私は先ほど首筋に感じたものの正体を知りました。いつの間にか、あたりには結構な勢いで雨が降り出していたのです。お供え物やたたりのことで頭がいっぱいだった私は、雨具の用意をしていませんでした。屋根の代わりとなる木の下にうずくまり、しばらくしてからのことです。このままでは完全に日が暮れ、下山は愚か、この場から動くことすらできなくなってしまいます。雨の降る中、光もない場所で、虫よけの備えもないまま一夜を過ごさねばならないことを考えると、そろそろ雨宿りも大概にして、山を降りなければなりません。私は意を決して雨が降り続ける森の中を歩き出しました。あたりは見覚えのない景色が広がり、私は帰る道を知りませんでした。私はとにかく、川を目指して歩きます。川沿いに下流へ下れば、ハイキングコースまで一本道で行けるはずです。そこまで行けば、あとは舗装された歩きやすい道を数十分程度行くだけで、麓の町まで降りられるのです。川は祠の西側を北から南へ流れており、ならば西へ向かえば、川の流れにぶつかるはずです。すでに日は暮れていましたが、自分が来た方向から大まかな方角くらいは把握できていたので、私は西と思わしき方角に向かってただひたすらに歩き続けました。しかし、歩けど、なかなか川へはたどり着きません。方角が正しいことは間違いないはずなのに、もうあたりは真っ暗になっていました。雨足は弱まるどころかさらに強くなり、長い時間を歩き続けたために、疲労もすでに限界です。この頃にはすでに、私の中にあった祠やたたりへの恐怖は薄れ、代わりにもう帰れないかもしれない、という不安と恐れが、今にも私の身を食い尽くそうとしていました。それが起こったのは、そんな時です。私は何かに足を取られ、前に広がる水たまりの中へ盛大に顔を突っ込みました。その拍子に細かい砂かじゃりかが目の中に入り、痛くてまぶたが開けられません。目をこすろうとしますが、両手も同じように砂と泥にまみれているため、それすらままなりませんでした。雨と暗闇の中、さらに視界を奪われ、服
や靴は水を吸い重たく、手足は疲労により石のように固まっています。まさしく八方塞がりでした。私は水たまりの中に座り込み、動く気力もなく、ただ体に打ちつける雨の感触に身を委ねて、力なくうなだれました。その時、何者かが私の右の手をつかみました。そして、私を立たせるように引っ張り上げたのです。私がつられて立ち上がると、それは私の手を引いたまま、どこかへ連れて行くかのように進み始めました。私は逆らうこともせず、引かれるままについていきます。向かっているのは私が歩いていたのと同じ方向。川と、谷と、崖がある方角でした。その時は、私の考える力は半ば麻痺していて、ただなんとなく、谷の方へ向かってる。なら谷を飛び越えて川の向こう側にでも行くんだろうか？その程度にしか思考が働きません。ただ手を引かれるに従い、川の流れに身を委ねるように、それについていくのみでした。けれど結構な時間を歩いても、なかなか崖を飛び越えるような感覚は訪れませんでした。私の手を引く何者かは、途中で何度か方向を変えながらも、相変わらず進み続けています。走るように歩く速さで、迷ったり止まったりすることもなく、途中、何度か転びそうになった時でも、それは私の手をしっかりと掴んだまま、決して離すことはありませんでした。私を起こすように強く手を引き、倒れそうな体を支えながら、けれどやっぱり止まることはせず、しばらく歩き続け、私は自分の踏む地面が、剥き出しの土から舗装された道路へと変わったことに気づきました。どうやらハイキングコースまで戻ってきたようです。ここからなら、麓の町まで総時間をかけずに戻ることができるでしょう。けれどそれは私の手を引いたまま。私もそれに従って、目を閉じたままで歩き続けました。やがて、それは不意に私の手を離しました。あたりからは、誰かが私の名前を呼ぶ声が聞こえます。私はいつの間にか開けられるようになっていた目を、ゆっくりと開きました。私の周りには傘を差した大人が数名、駆け寄ってきます。どうやらハイキングコースの入り口にあたる、駐車場兼広場にいるようです。こちらへ駆け寄ってくる人影の中に、父と母の姿もありました。昔、といっても遠い昔のことではなく、戦後すぐくらいの頃、まだろくに道も整備されていない山の中で、一人の女の子が行方不明になりました。麓の町では大人たちが集められ、山狩りまで行われましたが、結局女の子は見つからなかったのだそうです。それからもたびたび同じようなことが起こりました。山へ行った子供が、あるいは崩れてきた土に潰され、あるいは川に流されて、その命を落としてしまうのです。みんながみんな助からなかったわけではなく、中には山で迷いながらも無事に戻ってくる子もいました。しかし彼らはみんな、口を揃えてこう言います。山の中を歩いているとき、誰かに手を引っ張られた。そして彼らの右手首には、決まって手の形をしたあざがあるのです。もしかしたら、先に行方不明となった女の子のたたりなんじゃ、いつしかそんな噂が街に広まり、大人たちで話し合った結果、
最初の男の子が犠牲となった崖の近くに、小さな祠とお地蔵様を置いて、たたりを沈めようとしたのでした。けれど後に聞いた話では、手の形をしたあざがあるのは、無事に戻ってきた子にだけで、遺体となって発見された子供たちの体には、手形のあざは一つとして見つかることはなかったそうです。山で最初に亡くなった女の子は、果たして本当にたたりを起こしていたのでしょうか。私はあの時、駆け寄ってきた両親に抱きしめられながら、誰が自分をここまで連れてきてくれたのかと尋ねました。しかし両親をはじめとしてその場に居合わせた大人たちは、みんな口を揃えて、お前は一人で戻ってきたじゃないか。誰も一緒にはいなかったよ、と言いました。その時、私は祖母から聞いた話を思い出したのです。あの子は神様に連れて行かれて、あの山の山神様になったんだよ。きっと、これから私たちのことを守ってくれる。第7話、ラップオンの正体。今から4年前、地元のニュースにもなった話。ラップオンって知ってる、柳とも呼ぶのかも。これから寝るって時、静かにしてると、キッてきしむような音がする時がある。これはただ単に湿気とかの関係でこういう音がするって聞いたことがある。ある日、普通に寝ようとしてたら、ギギギって音が天井から聞こえた。その時は何も思わなかったんだけど、それから毎日ラップ音がかなりの頻度で聞こえるようになった。1ヶ月ぐらい経った時には、ガサガサ、という音が聞こえる時もあったので、さすがにネズミが住み着いたんだと思い、ネズミホイホイを買ってきた。それを屋根裏に仕掛けようと思った。自分の部屋の押し入れの板は取れるようになっていると親から聞いたので、早速自分の押し入れの天井の板を外した。ゴキブリやネズミがいたら嫌だなと思いつつも、屋根裏を懐中電灯で照らした。そこで見たものに驚いて、思わず叫んでしまった。見知らぬおっさんが布団を敷いて寝てたのだ。俺の叫び声で起きたおっさんもびっくりした顔をして叫び上がった。下の階にいた親と、隣の部屋にいた兄貴が駆けつけてきた。俺はとりあえず押し入れから出て、必死で押し入れの戸を開けられないように押さえた。兄貴も手伝ってくれて、母親は警察に連絡して近所の人も呼んできてくれた。10分ぐらいして、やっと警察が来た。近所の人の協力もあって、屋根裏に閉じ込めることができた。おっさんを捕まえることができた。その後の話によると、どうやらおっさんは5、6年も泥棒をしていたらしく、自分の家に空き巣に入った時、家に入ってからすぐに、突然誰かが帰ってきて押し入れに隠れたらしい。押し入れの天井が外れることに気がつくと、屋根裏に身を潜めたという。そしてその押し入れのある部屋に俺が入ってきたため、しばらく隠れてることにしたらしい。大体が外で寝過ごしたりしてた泥棒には、居心地が良かったため、布団や懐中電灯など買ってきて屋根裏に持ち込んでた。なんと昼誰もいなくなった時には冷蔵庫から食べ物を食べたり、俺の部屋でパソコンをしてたというのだから驚きだ。第8話、ピアノ。家のピアノが壊れたので、友達の家に引きに行った。しかし車はなく、
留守らしかったので、友達にメールをしてみた。今出かけてんの？返信を待っている間に、かすかにだがピアノの音が聞こえてくる。友達が弾いているのかな？と思いチャイムを押そうとしたら、着メロが鳴った。今、家族と旅行中だよ。いきなり怖くなってダッシュで家に戻った。あの時ピアノを弾いてたのは誰だったのか。友達を怖がらせるのも嫌なので、この話はしていない。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。